ビバラ川の千本桜のところに来ました。実はね、コロナにかかっとったんよね。もうで、やっと治ったんで桜見見物にやってきました。まあ、ソメイヨシノはね、華やかな花ですわね。まあ、花が一斉に咲くしね。で、また、花の数が半端じゃないよね。まあ、パッと咲いて、パッと散るという、潔のいい花ですわね。で、まあ、葉っぱが出る前に花が先に咲くという、ちょっとなんか変わってますよね、なんか。まあ、今年は桜の開花がちょっと遅咲きだったですよね。で、続いて場所は変わって新幹線の運転所の桜並木、ジョギングしてますね。これはパンジーですね。まあ、近所の人が世話してるんでしょうね。綺麗ですわ。新幹線の車両と桜のコントラストがバッチリですわね。まあ、年寄りにお出かけですかと聞くとね、ちょっと病院にねって言うんでね、どっか具合が悪いんですかって言ったら、いやいや、そうじゃないんよ、みんなね。体調がいいんで病院に行けるんですよ、というんよね。まあ、漫画みたいな話ですがね、実際に。漫画みたいな話で、ここはまた場所が変わって宮島のサービスエリアに行きましてですね。で、まあ4月の中頃だったんですけど、まだ桜がかろうじて咲いていましたね。で、ピクミンズとコラボレーションしてるんでしょうかね。なんか、ピクミンズの人形が飾ってありました。まあ、ピーチク、パーチク、小鳥のさえずりが爽やかな。で、おっさん一人で水分補給中です。ちょっと遠くに旅に出たいねと思ってます。まあ、とりあえずコロナは治ったですしね。
まあ、相変わらずここはトラックが多い。でまあバイクのオイル漏れを直さんといけんね。これはこれがまた金がかかるんだね。ペットの水飲み場があったりですね、でちびっこの遊び場があったりですね、まあ高速道路はもう楽ちんですわね。あの信号もないし、途中で止まったりとかもせんし、で飛び出してきたりとかもしないしね。でまああのナンシーおじさん対策として排気量をバッグにマジックでちょっと書いてみたんですけどね、と思ったらね、あのファットボーイと記入してしまったんでね。まあ大ボケですわね、こりゃ。はは。お、元気がいいね。バイクに乗ってたらね、これ何 cc って聞いてくるおじさんがおるんよね。そのおじさんのことを何 c おじさんと呼ぶらしいんですがね。まあ、鳥居をくぐって、向こうの方に見える島が秋の宮島ですね。ちょっと手前の方になんか造成工事してますけど、まあ天気が良くて気持ちがいいね、これは。まあ、たまにはあのサービスエリアに来るのもいいもんですね、これは。でまた場所が変わって、豊坂町のカッパエビス神楽の看板の前で休憩したんかな、これは。でね、あのカッパどんどん淵橋いうのがあってね、そこになんか昔話があるということで、ちょっとググって調べてみました。昔ね、戦に敗れた城から太鼓が谷の淵に落ちてね、で滝に打たれてどん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 と鳴り響いていたそうなんですかね。それからどんどん淵橋と呼ばれたり、カッパが出るぞと噂になったりしたそうなんですが、まあなんだかほのぼのとしたお話で、そういやね、友達がなんかうちに来て、携帯の電話番号を教えてよとか言って来たんですがね。で、まあ近々釣りに誘うけん言ってから言うとりましたが、まあ
次回はひょっとしたらそいつと釣りに行く動画が流れるかもしれません。とほのぼのと4月は過ぎている。We rise like so big.